青森県立むつ工業高等学校は、青森県むつ市文京町に所在する公立の工業高等学校。下北唯一の工業高校。略称は、むつ校。ボート部が強く、全国優勝7度に輝き、インターハイ、国体の優勝者も出ている。全学課前日成課程平成になってから、各党、体育館などの大改修工事が行われる2015年度は、 全体の約26%が県内就職、約49%が県外就職、公務員が約5%、進学が約20%となっている。近年は進学にも力を入れており、2014年度は国公立進学者が6名と増加した。この際の取り組みはベネッセ教育総合研究所ビュー21等でも取り上げられた。また、 公務員主権においても自衛隊だけではなく、むつ市役所や下北地域広域行政事務組合にも複数の合格者を出している。青森県教育委員会の県立高校再編の第2期実施計画案では2028年度末をもって青森県立大港高等学校と統合をする案が出されている。青西、浪岡、大港、むつ校統合へ。 高校再編等日報、ありがとうございます。